はい、ではねコンフィのソースができたので2種類ねお料理最後仕上げていこうかなと思ってて、まあ、前回のアジを使ったマリネ香草パン粉風味ですね、それには冷たい、おソースで仕上げたいと思います。そして今回ね別でポワレして、今日はねヒラマサをさっとポワレしてね、あったかい料理と2つ作ろうと思います。まずこれ氷水でよく冷やしたウイキョウのコンフィ、ちょっとシロップももちろん入ってます。これまだ、そのままこっちに冷やしたもんですけど、これねまたこれも少し取り出して、水分、これ水分少なかったらさっきのシロップとかね上からしてもらって、こんな感じで、これもちょっと少ないかなと思ったらちょっと入れるんですけど、でここにこれ冷たい方、はい、これヒラマサです。じゃあフライパンで焼いていきますね。まあ皮ちょっと取りますかね。はい、皮は取っておいて、これに、まずオリーブオイル、まあ、ポワレだけです、強火でガッて焼いちゃいますね、表面だけ、まあ、粉つけなくて大丈夫だと思います。塩振ります。はい、でフライパン熱くして焼きますね。でそしたらですねこれ焼くんですが、ここにねあの先っちょのウイキョウの先っちょについているディルですね、このディルのね部分がこれね、まあ、全部使い切れないぐらいついてくるんですけど、まあねあの、僕らお出汁の時に入れたりしますし、まあ、こうやってソースの時にちょっと使ったりねします。これこう細かくちょっと切ります。はい、はい、フライパン熱くなったんで焼いていきます。でこれねソースの中にみじん切りしたのをね入れときます。こっちもじゃあ入れていきます。でそうするとまたハーブのね香りがついていいと思います。ではまず冷たい方仕上げましょうかね。冷たい方はここにエクストラバージンオリーブオイル少し入れて、なんならトマトとかねちょっと刻んで入れてもいいんですが、まあちょっと爽やかにシンプルにいきますね。うん、すごい爽やか。これでソースをいきます。こんな感じしっかりで、前回作ったアジの香草パン粉風味、これをね最後乗っけて、こんな感じで、でヒラマサこれ焼けたので、今度はこのソースね、ほんのちょっと温めます。ほんのちょっと温めます、軽く。こっちも同じように塩軽く締めて、またオリーブオイル、やり方は一緒ですね。もしもっと酸味が欲しいなって言うんだったら、まださらにレモン絞ってもらったりします。で今回ちょっと温かい方にはさらに香りを良くするのにペルノ、ウイキョウやのハーブのねリキュールをほんのちょっと入れます。ほんのちょっと、そして軽く温まったらこれで OK です。おソース流します、ね、今回シンプルにヒラマサ乗っけて、まあお家だったら
もうこれで十分ですね。焼いた、まあ、サーモン、ホタテ、何でもいいですね。焼いたものとお魚系の魚介のものだったら何でも美味しいと思います。で今回は2種類作りました。あったかいバージョン、冷たいバージョンです。ではでは、2種類ねお料理できましたんでね、試食をしてみましょう。どうぞ。お待たせいたしました。ファンの皆さん、こんにちは。更新を楽しみにしている皆さん、こんにちは。2回言わせていただきました。今日は豪快に2皿いっぺんにいただけるということで、試食のしがいがありますね。いただきます。でまず温かい方からいきます。ソースからいきます。うん、リーキョウとレモンがさっぱりでめちゃくちゃ美味しいですね。それではちょっとお魚と一緒にいただきたいと思います。うん、一番うまいですね。今日一が出ました。お魚、焼き魚ともうマリアージュですね。それで今度冷たい方をいただきたいと思います。いただきます。うん、夏って感じです。この酢で締めた味がいいアクセントになっていくらでも食べれますね。皆さん多分これ一皿でワイン2本開けちゃうんじゃないですかね。22なんで4本、もうベロベロです。完全に今日も試食コーナーありがとうございました。シェフに渡します。はい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 ね、4本飲んでもらいます。というわけで今日はまあちょっといろいろ積み重ねてきたんですけど、コンフィのソースは冷蔵庫に置いておいて、まあ、十分に日持ちします。ただやっぱりね、僕らすぐ買い切りにしても多少まあ手が使ったりなんかするので、まあ、そういう衛生面だけ気をつければもう少し、日持ちすると思うんですが、ちょっと冷凍はね使えないので、なるべくまあ、お早めに召し上がっていただくこと、あとシロップはそうやってソーダ割りや、まあ、さっきみたいにね、ペルノリキュールなんかと割ってお酒としてカクテルとしてお飲みになっていただくのもすごくいいと思います。いろいろ試していただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。